じゃあ第2部に移りたいと思います。第1部の最後の方で、そのカンボジアの花火の話ありましたけど、平和活動としての一つってことですよね、その花火あげるっていうのは。そうです。他になんかそういった活動っていうのは、国内、まあ、外問わずどういうふうなことをやってるのか、ちょっと具体的に教えていただきたいです。僕がやってる平和祭りっていうのが、あの平和の和で、まず和のものを身につけるっていうのがルールで、その和服だったりセンスだったり、で今30カ国に支部があるので。30カ国はい、30カ国50都市に支部があって、各支部長さんたちみんな経営者の方々なんですけど、やっぱり国によっては和服とか和のものなかったりとかっていうのがあるので、もちろん和服着なくても OK ですし、その場合は例えば扇子1個でもいいし、まあ、最悪コンビニで日本茶買ってきてもらって、これは和のものですよって言ってもらっても OK ですし、本当に何もない場合は、あの平和祭りのロゴがあるので、そのロゴをプリントしてもらって、それを掲げてもらうとかでも OK にしてます。でそういう、あの和の、まあ、平和の象徴を身につけてピースウォーク、その練り歩きしたりとか、あとはその支部によって企画がバラバラなんですけど、はい、ファッションショーやる支部があったり、お茶会をやるとこがあったり、まあ、踊るところがあったり、まあ、様々なんですけど、21日が、はい、あの国際平和デーっていう日なんですけど、それに一番近い日曜日で全世界に展開するっていうのが9月の本番ですね。それの代表ですか？あ、はい、そうです。30カ国50都市の司っていう代表、はい、あのよく東京担当の方ですかって言われるんですけど、東京も担当してますと言います。じゃあもう分かんないレベルですね。もうそうですね。で4月と9月が本番で、4月はあのアースデーっていうのがあって、4月22がアースデーなんですけど、はい、それに近い日曜日で、全国から表参道、東京の表参道に集まってもらう日が4月なんですけど、その時に大体300人ぐらい人が集まるんですね、うん、でその時にあの代表の方を探してる方って毎年いて、代表誰ですかって聞かれるんで、多分あっちの人だと思います。どうしてですか？適当に派手な人を指さしてみたいな。多分男性を探してると思うんで、男性を指さして、あ、なるほどみたいな感じ。でもその人行っても OK みたいですね、自分のところに。その人に行ったら、いや、面白い。今年もそれはやるんですか？やります。お、今年4月23日日曜日ですね。お、表参道で開催しますので、お、ぜひご興味がある。撮影入れるんですか？あ、入れます、入れます。行ってみたい。ぜひぜひ。和装か。じゃあ今度。和だし。和だし。あれ全然ある。でもせっかくだったら和服着たらめちゃくちゃ似合うと思う。こんな言われたらね。23日日曜日。ぜひぜひ。そのお祭りをやる4月と9月、アースデーとピースデーっていうのは誰が決めてるんですか？国連が定めてます。知らなかった。知らなかった。実は知らないですよね。あのその平和の日、国際平和デーっていうのが、そのお互いの国が承認すれば戦争をやめていい日っていう日なんですよ、うん、ピースデーとアースデーの日に平和の鐘っていうのがニューヨークの国連本部で鳴らされるんですけど、その平和の鐘って実は日本が寄贈したものなんですよ。その戦後、日本人の方が世界中回っていろんな国のコインを集めて、そのコインを鋳造してできたのが平和の鐘。なるほど。これ日本人が知らないといけないだろうなっていうこともあって、うん、これも啓蒙活動したいなっていう。そうですね。国連の話が出てくるんだ、うん、国連になんか精通してるんですか？そうですね、去年は。そうなんですね。はい、国連会議にも出席させていただいて。国連会議？はい、ドバイで国連会議が去年あったんですね、はい、いろんな環境大臣とか、そういうもうなんとか大臣みたいなのが、その世界各国から集まってきていて、はい、で日本からって私たちしかいなかったんですよ、なぜか。で、なんか私たちなぜかその日本代表みたいな感じで入り込ませていただいて、で私は英語喋れないので、はい、その時はロンドン支部長ですね、はい、平和祭りのロンドン支部長が英語で平和について語ってくれました。全然出会いに言うし教科書とかでしか見ないです、国連の。あと同じ時期にドバイでの、その万博、ドバイ万博っていうのがあって、はい、去年開催
バイ万博でも登壇させていただいて、平和についてお話しさせていただきます。何語ですか？日本語です。同時通訳をしてます。いや、かっこいい。で、今その国内の、平和祭りのお話とかしていただきましたけど、海外での活動、その花火投げるとか、っていうのは、あれは、今年もやる予定にはなってる。そうですね、初年度の時に実は国内22カ所で花火を上げてまして、で今年から海外でも花火を上げれる拠点を増やしていこうっていうのが試みとしてスタートの年なんですね。でまず 1拠点目がカンボジアですね。でカンボジアってその支援団体すごいたくさん入ってはいるんですけど、本当になんかその50年ぐらい前にポルポト政権っていうのがその大虐殺を行って、一回大人がいなくなった国なの で子供たちとか若い人たちだけが残されたみたいな歴史があって、で本当になんかその現地の人たちはもう手探りで国を作っている最中っていう感じなんですね。でそれを他国の方々が今支援してるっていう国なんですけど、知り合いの支援団体がカンボジアで花火を見たことがない子たちに花火を見せてあげようっていうのを一回あげた時に、花火終わった後に小学生ぐらいの子たちが残って、日本円でしたら20円ぐらいのコインを握りしめて、花火とっても良かったから寄付させてくれって言ってきたらしくて、でその金額っていうのはすごいとんでもない金額で、1日かけて稼げるか稼げないかの金額なんです。田舎の方に住んでるんで、歩きで、しかも裸足で2時間ぐらい都市部の方まで歩いてきて、でその親方にその今日のドリバーみたいなのもらって、これが全部売り切れないともらえない金額なんです。一つでも残っちゃうと給与なしなんです。で全部売り切ってからまた2時間かけて家に帰るっていう生活をしてる子たちの20円なんで、日本と比べるととんでもないことだと思うんですけど。とんでもないことですね。日本だとね、駄菓子屋さん行って、うまい棒2本買えるかなぐらいの値段ですよね。なので、本当に現地の子たちからすると、日本の子供たちの生活ってもう王様みたいな、すごい富裕層の生活。恵まれてんだよな、うちらな。めちゃくちゃ恵まれてます。そのカンボジアで花火を上げるっていうのが今年あるっていうのがちょっとおっしゃいましたけど、今後はそういう見たことない子たちにどんどんお花火を見せる活動を進めていく。いろんな国でその子どもたちのために花火を上げていって、であとはその子どもたちがその学校に通う理由にもなるといいなと思って、その年一の花火とかお祭りのために学校通うんだみたいな理由でもいいじゃないですか。思い返してみると、自分も学生時代ってなんか運動会をつけるから運動会のために行ってるみたいな子がいたりとか、中学高校とか文化祭が好きだったりとかっていう人っていたと思うんですね。そういう感じでエンタメで引きつけてもいいだろうなって思って、いろんな国で支援の一環でやるっていうのと、平和のための花火なので、世界同時開催的に最終的には花火を上げたいっていうか、本当に前さんって叶えそうですね。はい、今度は叶えてもらって、かわいい。世界200カ国って同時で、そうですね、やりたいですね。日本でもその日にあげる。あ、もちろんもちろん。ということで、その平和活動をすると、花火の話だったりとか平和祭りの話していただいてありがとうございます。はい、なんか気になる方、もし見てる方で気になる方いたら、4月23日、はい、日曜日、表参道で、はい、ぜひぜひご参加お待ちしております。我々も行きましょう。ぜひぜひ。